んだぞ。ひまりちゃんもう退院した？何度かメールしたんだけど全然帰ってくる。ごめん。え？ちょっと急いでるから。お、ちょっと待って。どうして私を避けるの？電話しても出ないし、メールも返してくれないし。しょうがないだろ。え？だって僕は君に償うことなんかできないんだから。償う？何よそれ、やめてよそんな冗談。じゃあ僕にどうしろって言うんだよ。100回、1000回土下座しろって言うのか。ああ、それで気が済むならやってもいいさ。でもそうじゃないんだろ。その程度のことで君は僕たちを許したりできないだろ。許す？私そんなこと考えたこともないわ。いや、君は絶対に僕たちを許さない。僕たち家族が徹底的に不幸になってダメになるのを見届けるまで監視を続けるんだろ。みんなそうだった。みんな僕たちから離れていって、僕たちは兄弟だけで生きるしかなくて。私そんなんじゃないよ。私そんなことで翔真くんたちから離れたりしないよ。ひまりちゃんのことだって大好きだし。やめてくれよ。そういうのもう嫌なんだ。これ以上表面的な言葉で傷つけ合うことに何の意味があるんだよ。もう僕たちは会わない方がいいんだ。傷つく、そっか、私自分のことばかり考えちゃってた。翔真君、私と話をすると傷つくんだ。ごめんね、私鈍かったね。もういいだろう。